この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。ミンツ。出発じゃおい。やっぱミンツは活気があって都会だね。なんでこんないっぱい人おんねんって話かな。みんな同じような顔しやがって。確かにこん中からキールを見つけられんのか。幼馴染なんだよ、一目でわかるって。多分。とりあえずミンツ大学に行ってみようよ。 OK だ。その前に、招き猫。この招き猫はあれなんだよな、シェフじゃないんだよな。これがなかなかトンチキなとこでね。もっとなんか、もっとなんか違う感じなんだよな、きっと。何か物は、宿屋、ここ宿屋やろ？ここにはない。で、ここはミンツ大学。つったもんだ。私実はアイドルなの。防具屋。戦い方について助言しようか。いいえ。ダンボール。ちょっとお客さん、手の触れた商品買い取ってもらいますからね。何？とりあえず何か買えるか。あ、なんか全部ひっくるめて売っとるんだ。リボン。いいね。マント。まあ、とりあえず、にぎやかしで。こんな感じで。あとは別にいいかな。で、こっちは多分、なんかおる。はあ。これが先生か。最近の若い者は。これ教会か。僕は最低の人間です。カンニングをしてしまいました。ミンツの北東海を渡ったところに、霊峰ファロースがそびえています。世界一の高さを誇るその山でセイファート教生まれたのです。何かお望みですかな？説教。まだお若い子に首相ですね。今まで誰かのために自分を犠牲にしたことありますか？あるぜ。子供の頃の話だが、ある女の子が食用の鶏がかわいそうだとか言って、こっそり全部逃がしちまった。次の日、村は大騒ぎになったが、その子はかわいそうだったから、俺が犯人ってことで知りたたきの罰を受けたんだ。なんと美しいお話でしょう。ああ、そんなあなたの優しさを見てくれてますと。あ、なんかとある女の子や。とある女の子から抗議が入ったな。私の計画は完璧だった。リットは途中で卵を盗もうとするから。やっぱ怒られる、怒られる。妖怪で静かにせえ。すごいな。ごめんなさい。懺悔。どんな罪を犯した？自分を裏切ったってことかな。ロシアの中でずっと静かに暮らしていこうと誓ったのに、ついつい周りに流されてこんなところまで来てしまった。それは罪とは言えませんね。裏切りでもありません。あなたの運命です。はあ。故郷から旅立つよう運命づけられたのですと。運命。
なるほどね。で、カフェ。おしゃれなカフェ。ん？なんで？カーライル学部長に歯向かっており、大学を追い出された人がいるらしいよ。なんか嫌な予感するな。こっち港じゃないかな。海だし。はあ。他に何か。なんかグミとかあるんだろう、どうせ。空が爆発した。例のあれか。貴族とか商人。陸路でインフェリアへ行くのなら、東にある忘却の洞窟、忘却の洞窟を通っていくしかないと。はい。特に何かしらのギミックアイテムはなさそうだね。ちょっと待ってよ。ここだけ最後。なかった。よし。で、他なんかあるかな？待てよ。そうだね。ミンツ。ミンツまで来て。なんかあるか？大学の音に入って。こっちはもう来たから大丈夫だよな。特に何もなさそうやしな。あ、次ここだ。ここだ。これはなんだ？食堂。なるほどね。お、お花が咲いとる。変な花。てれれれってて。シェフ。ワンダーシェフ。サンキュー。サンドイッチとハンバーガーは何が違うんだろうね。肉が入っとるか入っとらんかだよな。なるほど。食材屋か。高いな。まあ、とりあえず5でなんとかやりくりしとこう。エビ残すな。まあここはこれでもいいやろ。で次左側。上に何もないよな。なんやこれ。真ん中。これが図書館。図書館。図書館で何ができないん？特に何もないやろ。なんか、この国の歴史とかやれても困るしな。こっち行ってみよう。ピエール、構わず先に行って、研究資料が集まったら私もすぐオートに行くわ。ありがとう、天文台で待っていいよ。学会が終わったら式を挙げよう。あらま。うん。カトリーヌ愛してるよ。私もよ、ピエール。ねえ、どうかしたの？聞くなし。おい、ファラー、余計なことを。実はオートインフェリアで大切な学会があるんですが、まだ発表の資料は揃っていないのです。あらま。だから、ピエールには先に出発してもらって、資料が完成したら私が後を追うことにしたのです。資料は集まりそうなの？はい、あと少しなのです。それじゃあ特に問題なさそうね。それが。私はミンツから外に出たことはないんです。ちゃんとオートまでたどり着けるかどうか。ダメだ、ダメダメ、くよくよと心配してちゃ。どんなことでもやればなんとかなるんだって。そうですよね。ありがとうございます。よし、頑張らなくちゃ。いいよね、信じ合う二人って。なんかありそうやな。ストーリーがありそうな、こいつら。お、来た。レンズ。あ、これは、かの有名な。私たちをクレーメルボールの勝負する？する。クレーメルボールはね、大変なのよ。コート内で転がってるボールに3回ぶつかると負けになるよ。
自分たちやボールには2つの属性があって、同じ属性は反発し違う属性は引き合うから、うまく利用して相手にぶつけよう。ただし相手と同じ属性は持てないから、相手とは常に反対の属性になるよ。自分たちの属性はクリスタルを取ると変わるけど、ボールの属性は時間が経つと勝手に変わるから気をつけて。わかった。とりあえずやってみよう。通常で、リットでいこう。じゃあいくよいくよ。これが難しいのよ、クレーメル。クレーメルボール。これ勝てた試しないわ。FF10 のブリッツボールなら勝ったことないけどな。そんな洗うよりなればさ。やべやべ。よいしょ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 。くらえ！はい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 。端っこれ、端っこれ何しとんお前。ずるいぞ。ギャー！そうか、同じ属性が反発し合うんか。だから、同じ属性が反発し合う。くらえ！くらえ！くらえ！お前ずるいぞ。くらえ！うい。くらえ！やばいやばい。打ち込まれそうやな。くらえ！こういう風にやるのよ。うわぁ。ごめんなさい、操作が PT なのに。うわぁ、やばい。やばい。おーら。失敗したー。当てねえ。全然ダメダメだね。そうだ。これ勝てんのよねー。ま、無理もないか。インターハイ出場経験を持つ私たちが相手じゃねえ。インカレじゃないんだ。まあ気落とすなよ。なよー。インターカレッジではないんだ、大学だっつうの。まあいいさ。まあまあ、なんかあれがあれば、機会があれば苦手なんだけど。で、次反対側。民通学の入学試験は難しい。インフェリア全土から選ばれたエリートだけが白い学生服に身を包むことを許されるのだ。民通大学。キールはここにおるんか。ご用件は？キールツアイベルがどこにいるか教えていただけませんか？ここの学生のはずなんですけど。失礼ですが、その学生とはどういったご関係ですか？俺たち、家族です。父が倒れたので、早急に連絡をつけたくて。少々お待ちください。学生番号34604、キールツアイベル、光精霊、光奨励か、研究室所属。それどこ？あ、やめろ。おにゃやられたったった。めっちゃパニクっとるやん、踊っとるやん。やめろ。なんですか、あなたたちは。どうもありがとうございました。奥へ逃げるってちゃっかりしとるよな。ここは何？ここ火か。いい。いや、歓迎するよ。実験？はあ、高熱耐久。死ぬ死ぬ死ぬ。逃げた。ということは、次は水か。そしてあれか。ここか。あ、やべ。とりあえず待っとれと。落ち着け。くそ、看板読めやがった。あわわわわわ。大変なっとる。なんか忙しそうやん。話が来そうな人探そう。奥か。キールツアイベルを知りませんか？キール？君たち奴の知り合いか？ええ、キールをご存知なんですね。僕の名前はサンク。やつとは同じ助手仲間だ。で、キールは今どこに？それがさ。おお、すごい。なんか反応した。なんだ？やばい。爆発する。うわー。メルディの額の石に反応したな、これ。
あなたがやったの？なこれなんつったんや。なんて言ったんや。聞いてみよう。ミンツ入り口大学受付にいて、大学受付のやつはメルディー言葉わかるのか。来週なん違うな。なぜメルディーを置いていくか。はあ。はなぜこんなになったか。なんだよメルディーのせいじゃないよって言っとるこれ。メルディーのせいじゃないよって。ああなんか来た。カーライル学部長。この騒ぎはお前たちのせいか。違います。俺たちのせいでいうか、そういうわけでもあるにはあるんですけど。えい、問答無用だ。この損害どうしてくれる？どうと言われても困ったな。サンク、とっとと部外者どもをつまみ出せ。大学から放り出してしまえ。はい。えらいおっちゃん。カーライル学部長の言うことは気にしなくていいよ。短期だけど忘れるのも早いんだ。ごめんなさいね。それより気になることがあるけど、その子メルニックス語喋ってたよね。そう。メルニックス語？間違いないよ。奨励術師の呪文はすべてこの古代語なんだ。僕も大学で習ってる。じゃあメルディの言ってることわかるのか？わからない。こんなちゃんとしたメルニックス語構文、普通の奨励術師は喋れないはず。英単語は知っとるけど意味が、文法がわからんってことか。そう、その子、ひょっとして！ご無礼をお許しください。失礼ですが、もしや、宮廷奨励術師様でしょうか。なるほど。身分の高い人間の勘違いやな、多分。多分絶対違うけど、多分というか絶対違うけど。なんで、宮廷奨励術師様がこんなところにいるんだ？キールと何か関係あるのか？それはだな。なんじゃい？めっちゃ言うとりやん。なんやろ？なんつったんやろ？俺は、これか。ああ、なるほど。言えないわ。言えないことが多すぎて、あれだな。お告げが始まっちゃった。ネタバレになるからとりあえず黙っとこう。岩山の観測所、ポン。観測、岩山ってミンツの町から南西に行ったところの山だよね。ありがとう。レッツゴー。あ、忘れてた。例えば、キールってなんで大学にいないの？ああ、そのことか。奴は今、休学処分を受けてんだ。確か、連鎖的世界崩壊仮説とかいう物騒な説を唱え始めてね。ガーライル学部長をはじめ、大学側を全部敵に回しちゃったんだ。はあ。世界崩壊ってあのキールがそんなことを？わざわざ会いに行っても門前払いされるかもしれないよ。僕だって何度も追い返されてるんだ。とにかく本人と会ってみるよ。じゃあね。物騒な話になってきたな。そう。メルディは奨励術師？そう。メルニックス語って分かっただけでも大収穫だよね。で、他の学部行ってみようか。教授、風の奨励が、また暴走か。うわー。どうした？変な格好って言うな。ここはなんだ？奨励は人間のために存在するのか？そうは言っておらん。すごいな。なんで天才は起きるんですか？なんか哲学みたいな話しとる。無理だな。めっちゃ議論白熱しとるやん。ダメだこれ。まともな部屋どこにもねえな。まあ、ていうか、大学なんだから、これがまともか。特に何か。初級試験に挑戦するかね。
初級試験、うむ。あ、チェルシーだ。こんにちは、試験問題は私から読み上げさせていただきます。よろしいですか？はい。それじゃあいきますよ。第1問、ストレイライズ神殿の中でフィリアさんの階級は何ですか？あー、過去のテイルズ問題だ。司祭。違う。司祭。うん、正解。うわ、時間ある、ちゃんと。正解です。テイルズやってきてよかった。第2問。アルテミスがルナに、会う条件。あー、覚えてねえ、こんなの。踊り。残念でした。こんなこと言われても。第3問。エルヴィンのお父さんが経営する運輸会社。あーん？オベロンでいいのかな？オベロンでいいわ。残念。違うんだ。それはヒューゴさんの会社ですね。確かに。言われてみりゃそうやな。はい。ヒューゴさんの会社ですね。第4問。聖母の名前。何やったっけ？頭には違う。マーテルだ。よし。正解。第5問。ダリルシェイドからラリースローに引っ越してきた。ダリルシェイドからラリースローに引っ越してきたのは、宿屋だ。うん、道具屋ではなかったはず。あの、ベッドあったもんね。第6問。ミックハイルに現れたスッタモンだ。レンブラントさんの。ホヒホヒ。あとた。勘だったんだけど。次。第7問。ミックハイルのマリアンさんはどうなったでしょう？マリアンさんは、マリアンは、死んでない。逃げたいん。そう。死んだのはリオンだ。第8問。なんだ？プレイステーション版のアルバニスタ記念レースでクラースさんが与えられた。なやぞれ。マッハ。マッハ文明。マッハ中年やろ、これ。クラースやしな。マッハ文明分からんやろうな、今の子。SFC 版ではクラースさんは走らないんですよね。へえ。そういうなんかサブ要素やってないから何も分からん。第9問。アルバニスタのジャミルで心を操られた王子。なんかおったな、そんな。レニングラード違う。レアードだ。レガードではないな。うん。なんかぼやっと覚えとるわ。テイルズ1からやってきてよかったね。ファンタジアだったよね、確か。第10問。海底深くに沈んでいる、古代都市といえば、あれや。トールや。高山大下課長。なんやそれ。第11問。意外とわかるな。スノーフリアの氷の大河。なんかそんなあったような気がするな。あれだ。あれだ。毛皮のマントや。死ぬやつ。キトランと凍えて死ぬやつや。第12問。全部理屈あるよ、これ。クレスさん過去の世界で訪れた、何やったっけ。ベルアダム。ベルクラントはあれや、要塞や。意外と覚えとるもんやな。まあ4択だからな。モリスンさんの家で目覚めとき亡くなったものって何だったっけ。モリスンの家で
ペンダント、イヤリングやろ。うん。第14問。ペンダントはまたあれだもん。デスニー2だもん。ソーディアンの鍵とする扉の数。あ、何それ。適当に3くらいやろ。正解。やった。第15問。スタンさんの妹の名前は、リリスや。うん。最強の戦士、リリス。第16問。全部リクターあるよ。20くらいありそうやな。アクアウィールの誇る軍団の名前、なんか、何やったっけ、なんちゃら、なんちゃら、わからん。黒。セインガルドのうち、たった一人の女将軍といえば、そんなおったっけ、アシュレイとかじゃない？女っぽいから。残念、違った。第18問。フィリアさんを迎えに来たカイリュウの名前、なんかそんなんおったな。ベルセリウムス、違う、うん、これだった。時間怖いな。第19問。ラディスローの無重力エレベーターは地上のどことつながっていましたか。ラディスローのエレベーター、これダリルシェイドやろ。正解。20問。ゴミだらけのジャンクランドで嫌悪感を催してしまったのはどなたでしょう。フィリアやろ。うん。育ちがいいから。え、21問。まだあるやん。アルバのおじいちゃんが裏山にいる私を連れて戻そうとしたら、何だっけ、腰に引っ張ってほしいんじゃなかったっけ。違う。あ、ズボンのゴムが切れただ。下の世はひでえ。クラディウスで語ったバルックさん、世界のために。何やったっけ、そんなあったっけ。ソーディアンと一度無に返す、うん。意外と覚えとるもんやな。エターナルソードをこっそり使っちゃったクラースさん、その時呼び出した精霊って誰ですか。何やったっけ。オリジン、アスカだっけ。あー、よかった。24問。スタンサーの取り付けられた囚人監修、あったなー、そんなん。頭、うん。あ、向かうとしびれちゃうんですよね。そう。リオンにやられたな。25問。過去のミッドガルズの騎士団長、誰だったっけ。レンブラント、グラハム、違うな、ティベリウス、そんなかっこいい名前じゃなかった。ライゼンやろ。 OK。 26問。まだあるやん。モリュー、人呼んで丸々った俺のこと、何やそれ。あ、愛の旅人やろ。違った、ウサギ。27問。トラッシュマウンテンで、手に入れた。これこそあれやろ。ベルセリウムやろ。うん。ベルのつく言葉って多いですね。28問。ミントさんが夢の中でお母様にもらったものって何やったっけ。ミントが、帽子やろ。角とかイヤリングとかは違うもんな。宿に泊まらないと夢は見られないんですよね。なんかあったな、そんなこと。あったようななかったような気するわ。クレスさんのペンダントは何歳の時に、15歳とかじゃなかった。14歳 ?15 やろ。30問。チェリクで行われるミニゲームって何でしたっけ。チェリクで行われるミニゲーム、
お出かけチョコボ。リングリングランドって聖剣伝説やろ。26問。次は頑張ってくださいね。それじゃあ私はこの辺で。ねえ、これ全問正解せなあかんの。全問正解せなあかんのか。いやだな。そうなんだ。クリアはしとくべきかな。まあいいか。なしで。まあ気が向いた時にまた来るさ。特になんかオブジェクトはなし。結局徹夜しちゃった。やべ、テスト範囲間違えとる。今日が数学よ。今雄三に亀裂が入ったの。準備中と書かれている。ああ、でこれは何。待てよ、どうしてやらなきゃいけないことをやらなきゃいけないのだ。諦めろ。なんか張り紙がある。読めんのかい。上級、なるほど。あのクイズに正解したらここに来いってことか。大学には何もなかったな、結局。何かくらいありそうやったけどな。やべ、せっかくのデータが台無しだよ。めっちゃ怒っとるやん。帰れ帰れ。ごめんって。あの石像関係ないよね。シェフって一人しかおらんのかな。まあいいさ。じゃあ岩山の観測所みたいなとこ行こうか。特にやることもないしね。行きましょう。レッツゴー。